皆さんどうも、シュンニーです。霊夢だよ。マリサだぜ。今日は令和5年5月5日、つまり、ファイブの日でーす。ということで今回は俺が持ってるファイズ関連のグッズを紹介します。まずは仮面ライダーファイズの食玩から。最初は、ファイズの人形から。背中のボタンを押すと、本来なら光りますが、電池が切れているため光りません。あとは付属のファイズエッジを持たせることができます。肩と腕を動かすことができます。足は動くの？可動部分がついていないから動かないよ。次はファイズフォン。付属の弾を発射することができます。次はファイズポインター。シリンダー部分が伸縮します。付属のレッグホルダーにつけると、画像のように足につけることができます。ファイズポインターは、別売りのファイズフォンと組み合わせて、ファイズフォンフォンブラスター携帯ファイズポインター装着、という状態になります。名前が長いな。公式ではそう呼ばれています。一応フォンブラスターとしての機能は使えます。持ちづらそう。次はファイズショット。ナックルモードに変形します。離せグランインパクト。次はスマートパッド。蓋が開きます。後ろのレバー、を左右に動かすと、下のメーターが動きます。次はファイズエッジ。ミッションメモリーをセットして、検索を取り付ければ、完成、ファイズエッジ。本来ならトリガーを引けば光りますが、こっちも電池が切れてるため、光りません。最後はファイズドライバー。ボタンを押すと音が鳴ります。さらに別売りのファイズフォンをセットすると、このように音が変わります。さらにさらに別売りのファイズキットと組み合わせれば、ファイズギアの出来上がり、画像のように腰に巻くことができます。私も巻きたいぜ。次はレジェンド版ファイズドライバー。ドライバー部分はこうなっていて、後ろ側はすっからかんです。次はファイズフォン。正面はこうなっています。ミッションメモリーは取り外せないの？ファイズフォンと一体化しているから外れないよ。開けてみるとこんな感じ。画面にはそれぞれの各モードのコードが載っていて、下側には点キーがついています。なんで、この部分だけ塗装が剥がれているの？俺に質問をするな。え？それでは変身していきましょう。変身。誰？はい、これで仮面ライダーファイズに変身することができました。続いて必殺。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。